こんにちは、茂木和也です。今回は安心安全をテーマにリビングダイニングのフローリング床の拭き掃除をしていこうと思っております。ですので今回の掃除の仕方が特に参考になる方はとにかく合成洗剤を使って床拭きをしたくないという方ですよね。例えばナチュラルクリーニング派の方とか、あとはそうでなくても合成洗剤には合成界面活性剤が含まれていますので洗剤残りするとヌルヌルベタベタしますよね。それが嫌だという方もそうですよね。例えばまだ何でも口に入れてしまう時期の小さな赤ちゃんがお家にいますという方ですよね。直接ペロペロ舐めらなくても指を口に加えてしまう時期でもありますから、床とかペタペタ触るとですね、手を返して口に入るということもありますよね。あと口に入らなくてもやはりまだ肌機能が未熟ですので洗剤残りしていると直接肌にこうついてしまうとですね、肌トラブルにつながるリスクも高いですよね。そういった方とか、あとは室内でペットを飼っている方もそうですよね。ペットもこうペロペロいろいろ舐めたりすると思いますから、そういった方にですね、特に参考にしていただきたいんですが、安心安全に拭き掃除をするためにはどんな洗剤がおすすめかというとですね、こちらシャボンのアブクです。はい、これは正確に言いますと洗剤ではなくて石鹸です。で、石鹸でもちょっと特徴的でして、他の石鹸と違うポイントは2つあります。無添加の水石鹸ですよというところがまず1つ、それともう1つが普通の石鹸よりもアルカリ度を高めているんですよね。で、具体的に拭き掃除用の合成洗剤と比べてどんなところが安心安全なのかというとですね、実は石鹸自体は先ほどアルカリ度を高めていますというお話をした通り決して安全性が高いものではないんですよね。かといって危険なものでもないんですけれども、皆さんが知っているウタマロクリーナーとかホームリセット泡クリーナーとか、そういった拭き掃除用の合成洗剤よりも直接液が触れると刺激はですね、こっちの方が強いのかなというふうに思っております。それはアルカリ度が高いから。ホームリセット泡クリーナーもダマロクリーナーも中性洗剤ですし、界面活性剤も非常に優しいものを使っていますからね。でもなんで安心安全なのかと言いますと、その理由は拭き掃除用の合成洗剤と比べて洗剤残りが非常にしにくいからです。正確に言うと洗剤残りじゃなくて石鹸残りという言い方の方が正しいんですけれども、とにかく成分が残りにくいんですよね。で、さらにこれも合成洗剤と違う点なんですが、もし仮に残ったとしてもやがて無害なものに変わってくれるんですよ。そもそも成分が拭き残りしにくいのに、もし残ってもやがて無害なものに変わると。一方で合成洗剤の場合は洗剤残りしやすく、残ってしまった洗剤成分は基本的には取り除かない限りずっとそこにいて働き続けるんですよね。働き続けるということは拭き残りした洗剤が肌についてしまった場合ですね、肌についても働き続けると。それが肌機能が未熟な赤ちゃんだったり、そうでなくても大人の方でも肌が弱い方はですね、肌トラブルにつながるリスクが高くなるということになりますよね。ということで実際にこのシャボンのアブクを使って床拭き掃除をしていきたいと思いますが、床拭きに限らずこのシャボンのアブクでいろいろ拭き掃除をするときは原液では使えません。薄めて使えます。で、どのぐらい薄めるかというと、なんと30倍希釈で使えるんですよね。なので実はコスパもものすごくいいんですよ。で、30倍に薄めても十分洗浄力は高いです。それはこの原液のアルカリ度が高いと先ほどお話ししましたが、薄めてもそこそこアルカリ度が高いというのと、あとは石鹸も界面活性剤ですから、界面活性剤の働きとアルカリの働き、2つの働きで汚れを落とすことができるので洗浄力も十分強いということになります。ではまずは希釈液を作っていきますけれども、スプレーボトルに水を 290g 入れております。トリガーを開けまして、シャボンの袋を 10g 入れると30倍希釈液ということになりますよね。で、このキャップが計量カップ代わりになってまして、ここにメモリが1つ2つと3つ4つということで、メモリ1つが 10g なんですよ。なのでここの一番下のちょっと見えにくいんですけれども、この下のラインまでシャボンの袋入れると 10g ということになります。では入れていきます。
はい、入りました。では入れていきます。あとはトリガーを締めまして、で軽く混ぜたら、これでシャボンナブク30倍希釈液の完成です。で30倍に薄めてもご覧の通り泡立ち豊かなんですよね。石鹸の場合はあまり水で薄めすぎると泡立たなくなるんですよ。合成洗剤というのはそんなことがなくて、本当に少量入れても結構泡立つんですよね。でも石鹸はですね、そうじゃないんですよね。その泡立つ泡立たないギリギリのラインがこのシャボンナブクですと30倍希釈ということで、ギリギリ泡立つラインに合わせてるんですよね。では床拭きを始めていきますが、何を使って拭いていくかと言いますと、今回もこちらスコッティファインの洗って使えるペーパータオル、そしてクイックルワイパーにセットして拭いていくことにします。はい、こんな感じで結構ぴったりサイズなんですよね。これで準備完了ですね。最初は直接拭きかけてですね、はい、では拭いていきます。はい、一通り床拭き掃除が終わりました。カメラ越しだとほとんど汚れていない綺麗なフローリング床に見えたと思うんですけれども、実際に拭いてみたらそんなことなくてですね、結構汚れていました。はい、こんな感じでですね、汚れが取れました。はい、こんな感じですね。ということで今回はシャボンのアブクを使ってフローリング床の拭き掃除をしてみましたが、いかがでしたでしょうか。最初の方でもお伝えした通り、このシャボンのアブクの特徴は洗剤残りがとにかくしにくくて、もし仮にしたとしてもやがて無害なものに変わるので安心できるという点が何よりも特徴でありメリットですね。加えて30倍希釈で使えますので、コスパ的にもとてもメリットが大きいのかなというふうに思います。あとこれまで台所用洗剤を希釈して使う方法もご紹介してきましたが、洗浄力についてはやっぱりこっちの方がいいのかなというふうに思いますね。その理由も最初にお伝えした通り、石鹸の界面活性作用に加えてアルカリの働きも加わるからですよね。台所洗剤を薄めただけではアルカリの働きは使えませんからね。あとただ台所洗剤を薄めた液と比べて大きな違いは腐敗しにくいんですよ。この薄めた液の pH は10.5 よりも高いんですよね。で 10.5 よりも高くなると腐敗しにくくなるんですよ。なのである程度の期間は作り置きが効きます。台所洗剤を薄めた液だとなかなかそれはできませんからね、早めに使い切るという形になりますけれども、このシャボンナブクの30倍希釈液は目安として1ヶ月ぐらいは持つのかなというふうに思います。でもっとシャボンナブクについて詳しく知りたいという方はですね、概要欄にシャボンナブクの解説動画のリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。あと先ほど中性洗剤を薄めたやり方を以前ご紹介しましたということでお話をしましたが、その方法の動画もですね、概要欄にリンクを貼っておきます。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。
掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも